はい、皆さん、こんにちは。今日もですね、R Studio を使った社会ネットワーク分析について勉強していきます。今日はですね、中心性分析というのを勉強していきたいと思います。中心性分析というのは、ネットワークを構成する、組織を構成するですね、構成員、行為者ですね、それぞれの行為者、構成員がですね、その組織、ネットワークの中でですね、どのくらい中心的な存在であるかどうかというですね、構成員、ここでは行為者と言いますが、組織を構成する行為者それぞれがですね、そのネットワークの中でどのくらい中心的な、存在であるかというのを指標にしたもの、これが中心性という指標です。この中心性の指標にはですね、いろいろな計算の仕方があります。いろいろな中心線分析の方法があるんですね。で、今回はですね、まず距離による中心性、そして時数による中心性、もう一つですね、媒介中心性、この三つの中心性について勉強をしていきたいと思います。まず、距離による中心性、これについて考えていきましょう。この距離による中心性を、ここにありますように、近接中心性と言ったりします。これはですね、ネットワークを構成する、各行為者間の距離ですね。各行為者間の距離、この距離もですね、最短経路の距離です。最短経路の距離、ネットワークを構成する各構成員の、構成員間のですね、各構成員間、その最短経路の距離の総和を計算をするんですね。で、それの逆数を取ったものを、一般的に中心性指標として扱っています。ちょっとですね、この辺のところを説明をしていきたいと思います。まずこのような図を見てください。このようにですね、ネットワークを構成する各構成員がですね、このような関係性を持ってつながっています。ここには、山田、中村、田中、佐藤、井上、木村、高橋、鈴木、小林という、各構成員、行為者と、各行為者と言ったりしますが、その関係性を、このようにですね、関係があれば線を結ぶと。関係がなければ、直接関係がなければ直接線を結ばない。直接関係があれば線を結ぶと。このようにですね、ネットワークをグラフで表しています。この時にですね、各行為者間のですね、最短経路、これを考えてみたいと思うんですね。例えば、中村、山田ですと、この最短経路は、1になりますね。中村、佐藤で言いますと、これは直接つながってませんから、最短経路は、山田を経由して1、2か、田中を経由して1、2の距離にありますね。また中村から井上は、これ直接つながってますから、最短経路の距離は1ということになります。中村、木村も直接つながってますから、最短経路の距離は1ということになりますね。中村、高橋は、最短経路は1、2、直接つながってませんから、木村を介して1、2という形になります。こういう経路も考えられますが、中村、田中、鈴木、高橋というのは1、2、3ですから、3段階を経て、高橋にたどり着きますので、距離は1、2、3ということになります。そうするとですね、ここで考えるのは、最短経路ですね、距離が一番短い経路、これについて考えますので、ここですね、この場合、中村、高橋は1、2という形になります。距離が2という形になるんですね。距離が2です。じゃあ、中村、小林の、最短経路というと、田中を介して小林、あるいは田中、鈴木、小林。田中、鈴木、小林しますと、1、2、3ですから、3段階を経ますので、距離3になりますので、この場合、最短経路は中村、田中、小林の距離2という形になりますね。このようにですね、今、中村について考えましたが、中村から中村以外の各行為者への最短経路の距離を考えるわけですね。
最短経路の距離を考えます。で、中村から中村以外の、行為者に対する最短経路の距離を全部足すわけですね。全部足します。そうすると、最短経路の、距離の総和が出てきます。今、中村について考えましたが、これを木村についても同じように考えます。例えば、木村から中村は最短経路1ですから、距離1。井上は、やはり最短経路は直接つながってますから、距離1。高橋も直接つながってますから、距離1ですね。鈴木は1、2。1、2、3ですから、やはり最短経路はこの2になりますので、ここは距離が2ということになりますね。木村小林も1、2だ。これをですね、木村から木村以外の、後遺者の最短経路の距離を全部、割り出しまして、それを全部足してやるんですね。それをですね、高橋、小林、鈴木、井上、田中、佐藤、山田、すべての後遺者についてですね、自分以外の後遺者に対する最短経路の距離を求めて、その相場を取ってやります。そうしますと、このように表が書けます。この表の見方ですが、田中から田中、自分自身ですから距離0です。田中から鈴木は最短経路は求めますと、その距離は1になります。田中から佐藤も最短経路の距離は1になりまして、中村も距離1でつながっています。小林とも距離1でつながっています。高橋は距離2です。山田は距離1。井上は距離1。田中、木村間の距離は、最短経路の距離は2になります。で、この最短経路の、距離の総和をここで求めます。そうすると、田中から、田中以外のものへの最短経路の距離の総和は、これを全部足していきますから10になります。1たす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 2たす1たす1たす2ですね。そして10になるわけです。同じように、鈴木からも、考えていきます。鈴木からと田中は直接つながってますから距離1と。自分自身は0ですね。佐藤へは2段階でつながって距離2と。これをずっと求めていきまして、最短経路の距離の総和を足しますと、鈴木の場合は13。同じように佐藤についても、最短経路の距離の総和を足すと16。中村については12。小林は13。高橋は15。山田は14。井上13。君は14。このようにですね、自分、以外のものに対する、自分以外のものに対して、最短経路を求めてですね、その最短経路の距離、これをずっと書いていきましてですね、その最短経路の距離の総和を求めるわけです。自分から自分以外のものに対する最短経路の距離の総和。これを求めていきますと、このようにですね、数字が書き入れる、足し算をしてですね、それぞれ自分以外のものへの最短経路の距離の総和を全部足していきますと、このようになります。そうするとですね、この数字を見ると明らかなように、田中というのは自分以外に対して、自分以外のものに対してですね、つながっている、その最短経路の距離の総和を足すと10という数字になりまして、他の誰よりもですね、その数字が小さい。で、この数字が小さいということはですね、自分以外のものと、一番近くつながっている距離が一番短いということですね。自分以外のものとつながっている距離を足した総和が一番小さいわけですから、自分以外のものとですね、最も短い距離でつながっている。最も身近なにつながっていると、こう考えることができる。したがって、自分以外のものへの距離の総和が最も小さいものは、自分以外のものと最も近くつながっているということになりますので、田中というのは、この中で一番中心的な存在であると考えるわけですね。これが距離による中心性の考え方です。つまり自分以外のものと最も近くつながっているもの。これが、距離の中心性というもので言えば、最も中心的な存在であるということになるわけです。ですからこの数字を見ると、田中がこのネットワークの中では最も中心的な存在であり、その次に、小さい数字である12。中村がその次に、中心的な存在である。で、その次に数字が小さいのは、鈴木と小林と井上ですね。13ですから。この3人は、3人が同じぐらい、ここで言うと3番目に中心的な存在となると。ネットワークの中でね、中心的な存在であると。こう考えることができる。逆にこの16という数字はですね、佐藤ですね。佐藤は、自分以外のものと、
つながってはいるんですが、その距離は16と最も離れた、他の自分以外のものとですね、最も遠く離れたつながりであると、こう考えるわけです。そうすると、この数字から見ると佐藤が最も中心的ではないと、いうことになるんですね。従いまして、自分とですね、それ以外のものとの最短経路の距離の総和を求めて、その数字が一番小さいものが、一番中心的であると。こう考えるのが、距離による、中心性の考え方なんですね。ところがですね、こうやって考えますとですね、数字の一番小さいものが、数字の一番小さいものが一番中心的な存在である。通常でありますとですね、やはり数字が大きいものほど評価が高いと。数字が大きくなればなるほど評価が高くなるという方がですね、一般的には考えやすいわけですね。ただしこの場合は数字が小さいほど評価が高くなる。数字が小さいほど一番中心的で評価が高くなるということになりますから、数字の代償関係とですね、評価の高さが、まあ、逆になってしまいますのでね、少し考えづらくなってしまうということがあります。従いましてですね、この数字ですね、自分から自分以外のものへの最短経路の距離の総和、この距離の総和を取ると、一番その数字が小さいものが一番評価が高くて中心的になるということですから、そうすると、数字の小さいものほど評価が高いというですね、少し分かりづらい指標になってしまいますので、これを分かりやすくですね、数字が大きいほど評価が高いというふうに変換をしていくわけです。どうやって変換をするかというと、簡単な話で、この自分以外のものへの最短距離の総和を出しますと。これの逆数を取ってやればいいということですね。逆数を取れば、数字の小さいものほど逆数は大きな数字になりますし、逆に数字の大きいものほど逆数を取れば小さい数字になるわけですよね。ですから数字の代償関係が逆転するわけです。従いまして、その数字が大きい方ほど評価が高くなるということになりますので、このようにですね、自分以外のものへの最短距離の総和を求めて、この総和の逆数を取る。逆数を取れば、一番数字の大きいのは田中になって、そして田中が一番中心的であるということになるわけですね。このように考えるのが距離による中心性というものですね。従いまして、具体的にやりますとですね、まあ、このようになりましてね、どの構成員、ね、どの行為者にも最短距離で情報を伝達できる人物は中心的であると、こう考えるわけです。で中心性指標はですね、今言ってるんですね、他の構成員のへの最短距離の総和ですね、他の構成員への、最短距離の総和の逆数ですね、だから1割ることの、1割ることの他の構成員への最短距離の総和と。1割ることの逆数を取ってますからね。1割ることの他の構成員への最短距離の総和と。これが中心性指標ということになるわけです。もう一つですね、そしてですね、ここにボーチャムの近接性指標っていうのがあるんですが、そこでもう一つさらにですね、工夫を加えたものがですね、このボーチャムの近接性指標っていうものでですね、それはどういうことかというとですね、大きさが異なるネットワークでも中心度の比較ができるようにしたものなんです。どういうことかというとですね、ネットワークのサイズが5、つまり5人のネットワークと、ネットワークサイズが10、つまり10人のネットワークとですね、ネットワークサイズが100、つまり100人のネットワークでも、例えば数字が同じであれば、そのネットワークの中で同じ程度中心的であるというようなね、評価ができるように工夫をするわけですね。先ほど計算しました近接性指標、自分以外への、行為者に対する、最短経路の距離の総和、これの逆数ですね。これを取るだけですとですね、例えば10人のネットワークと100人のネットワークでは、自分以外の、ものに対する最短距離の総和というのは、ネットワークのサイズが大きくなればなるほどですね、その総和の数字が大きくなっていきますから、その逆数を取るとですね、その逆数ですから、ネットワークサイズが大きくなればなるほど数字がちっちゃくなっちゃうというですね、単純にネットワークサイズが違いますとですね、その中心性指標を比較できないというですね、ちょっとですね、問題が生じるわけです。そこでですね、
少しこのように考えるわけですね。ちょっと考え、これ見てくださいね。これ例えば1、2、3、4、5人のネットワークですね。1、2、3、4、5人のネットワーク。こちらはですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。10人のネットワークなんです。で、このネットワークを考えますとですね、こういうネットワークというのはですね、まあ、このスター型のネットワークなんですけど、この中心にいる人が最も中心的な存在なんですね。なぜかというと、この中心にいる人は全ての人に1でつながってますと。1段階でつながってますと。で、それ以外の人は、まあ、中心の人には1段階ですけど、それ以外の人には1、2、1、2、1、2と2段階でつながって、真ん中にいる人だけ1段階でつながりますから、この周りにいる人というのはですね、中心性指標、先ほど言ったような自分以外のものへの最短距離の相場は大きくなってしまいますが、この真ん中にいる人は、それ以外のものとは常に1段階でつながっているわけですから、一番中心的であるということができます。で、この一番中心的である人のですね、中心性指標を求めますとですね、先ほど言いますと、各点への距離の相場ですね、各点への距離の相場は、この真ん中にいる人は1、2、3、4ですから、距離の相場は4になります。ですから、その逆数を取ると4分の1になるわけですね。4分の1になるわけです。ところがですね、この右側の10人のネットワークを見てみましょう。10人のネットワークを見ますと、やはり一番真ん中にいる人は全ての人と1でつながってますね。全ての人と1でつながってます。ですから、最も中心的である。最も自分以外の人とですね、近くつながっている存在であるわけですよね。ところが、この場合ですね、後遺者が増えますから、後遺者が増えますから、自分以外のもの、10人いて自分以外のものですから、9人いるわけですからね。この距離の相場は、全部足しますと9になるわけですよ。9になるわけです。ですから、その逆数は9分の1になります。ですから、例えば5人のネットワークで一番中心的な存在である、この真ん中のスターネットワーク、このようなね、スター形状でつながっているネットワークの真ん中の人の、近接性指標、距離による近接性指標というのは4分の1になるわけですよね。距離の相場が4で、その逆数ですから4分の1。一方ですね、この10人の場合はですね、各点の距離の相場は9になりますから、その逆数で9分の1。4分の1と9分の1でですね、ネットワークのサイズが大きくなればなるほど、お分かりの通り、この数字というのは小さくなっていってしまうんですね。でも、この真ん中にいる人というのは、共に一番中心的な存在、つまり自分以外の人と1段階でつながるですね、一番身近な、近くにつながる存在ですから、この数字がですね、ネットワークのサイズが大きくなればなるほど、この相場の数が大きくなるので、その逆数のを取りますと、この数字は小さくなってしまうと。単純に比較できないです。で、このネットワークサイズが違っても単純に比較できるように、どうしたらいいかというと、このようにですね、ネットワークサイズマイナス1。この場合ですと、ネットワークサイズは全部で5人ですから、5。5引く1。5引く1で4。これをかけてやる。ということをするんですね。そうすると、例えば、先ほどのですね、自分以外のものへの最短距離の相場を4で、その逆数は4分の1ですが、その4分の1かけるネットワークサイズマイナス1、5引く1をかけてやる。そうすると、5引く1は4ですから、4かける4分の1で、結論としてこれは1になりますと。中心性指標は1になるんですね。で、この10人のネットワークで考えてみますと、10人のネットワークでも、このように、各点への距離の相場は9ですから9分の1。でも9分の1かける、このネットワークサイズが今10ですからね。このネットワークサイズ10から1を引いた、10から1を引いたものをかけてやると、9分の1かける10から、10から1ですね。10から1ですからですね。これ、ここ10ですね。失礼しました。ネットワークサイズは10ですから10引く1になりますね。10引く1をかけてある。ね。ネットワークサイズマイナス1をかけてあるんですね。ネットワークサイズは今10ですから10引く1をかけてある。そうすると9分の1かける10引く1で9ですから、これは計算すると1になるわけですね。そうすると、このように5人のネットワークでも1。10人のネットワークでも最もこの中心にいる、最も自分以外のものと近くにつながる、1段階でつながるものの指標は1になってですね、お互いこのように最も中心的な存在の、ね、このスター形状の中での、スター形状の中でのですね、最も中心的な存在、自分以外のものと全て1でつながるこの人ですね、この人の中心性指標は共に1と同じになってですね、ネットワークサイズが異なってもですね、同じ数字として評価ができるわけです。従いましてですね、先ほど説明しました、自分以外の、後遺者の、
への最短距離の総和、これの逆数を取る。でさらにその逆数にですね、ネットワークサイズマイナス1をかける。ネットワークサイズマイナス1をかける。こちらの場合ですと5人ですから 5-1 をかける。こちらですと10人ですから 10-1 をかける。そうするとですね、ネットワークサイズが異なってもですね、計算される中心性指標は同じように評価ができるということですね。例えば、今1ですから、1と1。これは最も中心的な存在であると。その人は1になるということで、この1の数字を指標として1であったものは、これは最も中心的な存在であるということで、10人でも5人でも最も中心的な存在であるということで、同じように評価ができますし、例えばこの数字、5人の場合の 0.5 と10人の場合の 0.5 がもしあったとしてもですね、その 0.5 は同じように、それぞれのネットワークの中で、中心的な存在である。0.5 という数字でですね、同じ程度、中心的な5人の場合でもですね、10人の場合でも同じ程度中心的な存在であるということで、比較ができるということなんですね。このように、ネットワークサイズが異なってもですね、その中心性指標を、比較、評価できるようにするためにですね、このように標準化と言われるですね、作業を行います。すなわち、自分以外の、行為者への最短経路の総和、これの逆数を取って、その逆数にかけることのネットワークサイズマイナス1をかけたもの、これをですね、中心性指標として、扱っていこうということです。これをボーチャムの近接性指標と、あるいは単純に距離のね、距離による中心性指標などと言ったりするわけですね。そうしましたらですね、ちょっと一例を考えてみましょう。例えばこのようなネットワークを考えてみますね。このようなネットワークを考えますと、A、B、C、D、E、後遺者5人、ね、構成員5人、後遺者5人、ね、後遺者と構成員同じ意味で使ってますね。後遺者、ネットワークの後遺者5人、構成員5人と考えましょう。ネットワークサイズ5です。ですからこの場合はですね、じゃあ、自分以外のものの最短距離の相場をこれを考えていくわけですね。そうしますとですね、このようになります。A から、A 以外のものへの最短距離の相場。ね。これ7。後遺者 B から、B 以外のものへの最短距離の相場を5。同じく C から、自分、それ以外のものに対する最短距離の相場を5。D からそれ以外のものに対する最短距離の相場は5。後遺者 E からその以外のものに対する最短距離の相場は8になります。例えばちょっと見てみましょうか。E から、E からですね、A までは1、2、3ですよね。1、2、3。だから最短距離は3になります。B には1、2。C にも1、2。だから A には3、B には2、C には2ですから、3、2、2で、7になりますね。そして D には最短距離が1ですから、8。ですから、ここで最短距離の相場は8となるわけです。じゃあ A はどうでしょう。A が他のものに対する最短距離は、BA は1ですね。1なんかで定まっています。CA も1。C、D には1、2ですね。D には1、2です。で、E には1、2、3ですから、3と2を足して5、そして1、1ですから7になりますね。このように A から A 以外のものへの最短距離の相場は7になります。このように各点から自分以外のものに対する最短距離の相場をこのように足していくわけですね。で、その逆数を取るわけですね。これだったら7分の1、これだったら5分の1、これだったら5分の1、これだったら5分の1、これだったら8分の1です。それに、先ほど申し上げたように、ネットワークサイズマイナス1をかけてやる。この場合、1、2、3、4、5人ですから、ネットワークサイズは5。だから、ネットワークサイズマイナス1ですから、5-1で4。4をかけてやる。だから、これは 4×7 分の1。これは 4×5 分の1。これは 4×5 分の1。これは 4×5 分の1。これは 4×8 分の1ということで、それぞれ 0.5714。0.800、0.800、0.800、0.500。このように、中心性指標が求まる。で、中心性指標が求まりますと、この数字の大きいものほど中心的な存在であるということになるわけで、この場合、後遺者 B が 0.8、後遺者 C も 0.8、後遺者 D が 0.8 ですから、B、C、D が同じ程度、B、C、D が同じ程度、このネットワークの中では同じぐらい中心的な存在。つまり3人が3人同じぐらいの中心性指標を持っている。つまり距離による中心性、距離による中心性ですね。距離による中心性から評価すれば、この B、C、D は、
同程度、同じぐらい中心的、つまり3人が同じぐらい中心的な存在であるということが言えるわけです。で、その次に 0.5714 の A が中心的であって、一番中心的でないのは後遺者 E であると。こういう評価ができるわけですね。ちょっと見るとですね、BCD はこの真ん中にいます。BCD は真ん中にいて、まあ同じ程度中心的な存在であるというのは、なんとなくネットワークの図からもわかる。グラフからもわかりますね。で、E というのはちょっと外れてます。ですから一番中心的な存在でないというのは、このグラフからもなんとなくわかると思うんですね。それを数字で、まあ、距離による中心性というのは、表したということになりますね。で、これは、じゃあ R ではどうやって計算するのかということですね。で、R度はですね、これ関数、クローズネス関数というのが与えられています。で、今ですね、まあ、ライブラリ SNA をまず読み込みましてですね、R でですね、これは社会ネットワーク分析を使うためのライブラリですね。前回説明した通りです。そしてですね、これ A から、各点へのつながっていれば0、自分自身は0ですね。B 点にもつながっているか1、C 点にはつながっているか1、D 点には直接つながっていないか0、E 点には直接つながってないから0と。A 点から各点へつながっていれば0。つながっていれば1。つながってなければ0。自分自身は0と入れたものがこれです。B から各点のつながっていれば1。つながってなければ0。自分自身は0を入れたものがこれ。C、D、E も同じようにこのように作ってあります。で、それをですね、一つの大きなベクトルにまとめ、F にまとめまして、まあ、最初から F でまとめて書いてもいいんですけど、分かりやすいように各行に書いてから、その各行をこのように一つのまたベクトルとして F にまとめてます。で、この F をマトリックスにしてですね、隣接行列にしてやるってことをやってます。ね、この F から隣接行列作ってます。で、バイローっていうのはこれを行単位で入れていく。このバイローがなかったらですね、これが列単位で入っていく。列単位で入っていきますかね。列01100はですね、これ行としたいわけですね。A から各点につながる。B 点から各点につながる。つまり、隣接行列の行としてこれ作っていきましたから、何にもこのバイローを入れないと、これ列から入っていきますからね。ですから、行から入っていくようにするために、バイローイコールトゥルーというオプションを入れています。そして、5行5列ですから、N ロー5、N コール5として、マトリックスにして隣接行列作ってるんですね。そして、その隣接行列の各点に ABCDE、ね、名前つけてます。行ネーム。列ネームつけてますね。これも前回やってますよね。そして、まず、その、隣接行列を求めて、それを、プロットしてグラフ書くということをやってますね。ちょっとやってみましょうね。まず、SNA 読み込んで。まあ、先ほどの図を、A 点から、先ほどの図っていうのはですね、この図です。A 点から、B 点直接繋がってますから、1ですよね。C 点も直接つながってますから1。自分自身は0ですよ。だから自分自身0から始まって0。B 点には1。C 点には1。D 点は0。E 点は0。ね。B 点から考えても A は1。自分自身は0。C 点は1。D が1。E が0と。ね。こういうふうに、していったものが、これですよね。A 点から自分自身0で B、C つながって0、0と。D、E には直接つながってないと。まあ、これもですね、B 点から A 点は直接つながって、自分自身0、C は直接つながって、D がつながって、E は直接つながってないが0です、ね。それぞれの点から直接つながっていれば1、直接つながっていないれば0、自分自身は0を入れて、そしてそれを大きくまとめてベクトル、一つのベクトルにして、それをマトリックスにしてるって、ね、やっていきましょうね。はい。こういうふうに、こう入れてみましたね。そして、F を入れて、それで F 中身を見ますと、まあ、このように。まあ、ずっとですね、行の順番で入ってますね。行の順番でこの1列の、ね、25個の数字になりますから。それを行方向からこの数字を入れてってくださいよということで、by row イコール true にしてね、5行5列の行列を作ると。そうするとこのようにですね、隣接行列ができますと。で、一応、行名と列名を ABCDE で付けてやりますから、ローネームズ、コールネームズを付けて、このように、左下のように、ABCDE というですね、行ネーム、列ネームを付けることができたわけですね。そしてですね、プロット関数を使いましてですね、Gplot、Gplot を使ってですね、ネットワーク図を書きますよと。そうしますと、右下のようにこのようなグラフ、ABCDE となって、ね、このようなグラフが書けますということですね。はい。そして先ほどのような距離による、中心性分析ですけど、これはですね、R ではこのクローズネス関数です。クローズネス関数というのを使います。
このクローズネス関数で、この引数にですね、今の隣接行列、今ですと A という隣接行列を作りましたので、隣接行列 A を入れてやれば、これでも即座に、近接性指標ですね。距離による中心性指標。距離による中心性指標。ね、近接中心性と言ったりもしますけどね。距離による中心性と言ったりもしますけど。その指標がこれでもう、すぐ計算できてしまいます。クローズネス、括弧引数に隣接行列を入れればいい。じゃあ実行してみましょう。なんですね。はい、そうすると下の数字見てください。左下のですね。0.5714、0.8、0.8、0.8、0.5。これはですね、まさに先ほど求めました。この数字に、と同じなわけですね。いいですか。ここの数字ですね。先ほど求めました。それぞれの距離の相場の逆数に、ネットワークサイズマイナス1をかけたもの。ね、0.5714、0.8、0.8、0.5。それは今、R Studio の一番左下の、ウィンドウに出てる 0.5714、0.8、0.8、0.8、0.5。このように計算ができるわけですね。このように、近接性、中心性ですね。距離による中心性は、クローズネス A で、標準化された、距離による中心性指標が求まると、いうことになります。これですね。近接中心性、または距離による中心性と言いますが、これを求める関数は、このようにクローズネス、括弧引数に隣接行列を入れると。こういうことでありますね。それでは次に、次数中心性について考えてみたいと思います。次数というのはですね、ネットワークを構成するノード、点ですね。この点につながっているエッジの数ですね、線の数ですね。点につながっている、各点につながっている線の数。これを次数と言いますね。これはもう前回も説明した通りですね。そしてですね、この次数中心性というのはですね、まあ、考え方としては、2つありましてですね、まあ、グラフに向きがあるグラフというのをですね、考えますと、入ってくる方の次数と出てくる方の次数というものをね、考えることができるんですね。まあ、双方向の場合はですね、単純に点につながっている線の数が次数というようになるわけですね。そして、まあ、単純に考えますとですね、有効グラフ、つまり、点につながっている線に矢印がついている場合にはですね、入ってくる次数のことを入り次数ですね。矢印が入ってくる方向の次数のことを入り次数。逆に矢印が出ていくですね。出ていく数を出次数と言ったりしましてですね。で、まあ、双方向の場合ですね、方向性のない向こうグラフの場合はですね、まあ、単純に点につながっている線の数を次数と、言ったりするんですけれどもね。で、ここでこの次数中心性というのはですね、その点につながっている線の数が多ければ多いほど、その人は多くの人とつながっている。その点ですね。その点は、つまり点というのは後位者。まあ、後線位を表すわけですから、その点、つまり後位者は多くの人とつながっている。つまり、その点につながっている線の数が多いということはですね、その後位者は、自分以外の人と多く、数多くつながっているということですから、その人は、中心的であると。こう考えるわけですね。そこで有効グラフで、まあ、入ってくる次数と出てくる次数、入り次数と出次数で分けて考えますと、例えば入り次数が多い人はですね、多くのメッセージを他の人から受け取ることができる人であるから、その人は中心的であると考えますし、出次数ですね、出ていく次数が多い人はですね、多くの人に自分は、その人はですね、その行為者は、出ていく次数が多い点ですね、出ていく線が多い、点、その点は、自分以外の人に多くの情報を発信すると、出次数の多い点というのはですね、出次数の多い行為者というのは、その行為者がそれ以外の人にですね、多くの情報を発信するという意味で、やはり中心的であると、こう考えることができるわけですね。で、方向性のない場合は、まあ、受け取る、情報を受け取ることもあるし、多くの情報を多くの人から、より多くの人から受け取ることができるわけですよね。その点に多くの線がつながっているということは、多くの線がつながっているということは、
方向性がない場合ですね、その場合は多くの情報を受け取ることもあるし、また多くの情報を発信することもあるし、その両方とも考えられるわけですから、やはり、中心的な存在であると、点に多くの線がつながっている人ほど中心的な存在であると、こう考えるわけです。これが、単純に、時数中心性というものですね。そうするとどうやって求めるかというと、まあ、ここに式がありますが、簡単な話でですね、この D というのが時数です。時数でですね。I というのは各点を表します。だから各点につながっている線の数、これを求めればそれが時数ですから、それが数が多い人ほどカウントしてですね、その点につながっている線の数をカウントして、その線の数が多ければ多いほど、中心的であるというように考えるわけです。方向性のある有効グラフの場合には、まず入ってくる矢印から考えまして、入ってくる矢印の時数、まあ、入り時数と言いますけどね、その入ってくる矢印の時数、入り時数が多ければ多い人ほどやはり中心的であると考えますし、出ていく矢印、出時数ですね、出時数で考える場合には、出ていく矢印の線がですね、やはり多ければ多いほど、まあ、出ていく矢印がですね、その点から出ていく、その線が多くつながっているとですね、つまりその点に出ていく矢印が何本つながっているかということですけどね、その出字数と言いますけど、その出字数が多ければ多いほど、やはりそれも中心的な存在であると。双方向の場合には単純にですね、点につながっている線の数が多ければ多いほど、字数が大きいということですから、やはり中心的であると。こう考えるわけです。ところがですね、この場合もですね、先ほどの距離による中心性と同じように、標準化ですね。標準化をちょっと行ってやるわけです。すなわちですね、ネットワークのサイズが異なっていても、中心性指標がですね、比較できるように、少し工夫をするということです。例えばですね、このような、時数中心性を考える場合、ネットワークサイズですね、候補者が多ければ多いほど、単純に考えれば時数が大きくなると考えられますから、ネットワークサイズが大きければ大きいほど時数の値、この中心性の時数による中心性の数値が大きくなってしまうわけですよね。逆にネットワークサイズの小さい人は、自分以外の人の、自分以外の行為者も少ないわけですから、点につながっている線の数も少なくなるわけですから、時数中心性の数値は小さくなってしまいますので、ネットワークサイズが異なると単純に、その中心性指標が比較できなくなってしまう。ですから先ほどの距離による中心性と同じように標準化を行う。その標準化はどうするかというと、ここにありますように、ネットワークサイズマイナス1で割ってやるんですね。各点の時数を求めると、各点の時数、つまり各点につながっている線の数を求めれば、それが時数中心性そのものなんですけれども、その時数中心性そのもの、つまり各点につながっている線の数を、ネットワークサイズマイナス1で割ると。ネットワークサイズマイナス1で割ってやると。そうすると、ネットワークサイズが異なっても、中心性指標を比較できるようになるということなんですね。ちょっとですね、ここのところもですね、先ほどと同じようにですね、考えてみたいと思うんですね。まあ、これ、時数中心性の先ほどの値ですけどね、ちょっとですね、このようなケースを考えてみたいんですね。これ、こちら、左側5人ですね。右側が、10人のネットワークです。で、これやはりですね、この真ん中にいる、このスター形状の場合、真ん中にいる人がですね、見て分かる通り、自分以外の人と全てとつながっているわけですね。自分以外の人と全てつながっていますから、点につながっている線の数、つまり時数が一番大きくなるわけですね。真ん中の人以外はですね、真ん中の人としてがつながっていませんから、時数は1ですが、この真ん中にいる存在は自分以外の人と全てつながってますから、時数は1、2、3、4になります。ですから、時数が4。これが、まあ、時数による中心性指標なんですけれども、ただ、先ほど言ったように標準化するためには、このネットワークサイズマイナス1で割ってあるんです。ネットワークサイズっていうのは、行為者の数ですから、この場合1、2、3、4、5です。5から1を引いた4。4をで割るっていうことですね、この時数を。そうするとどうなるかというとですね、単純に時数だけで見るとこれ4になりますね。で、逆にこの10人のネットワークで見ますとですね、
真ん中にいる人は全ての人とつながってますから、自分以外の人と全てつながってますから、10人の場合は自分以外の人は9人ですから、次数は9になるわけですね。9になるわけです。このようにですね、全ての人とつながって最も次数の大きい点、ね、この10人の場合は9、5人の場合は次数4になる。で、次数4と9ですから、これ単純に比較はできないわけです。ところが、これを標準化して、ネットワークサイズマイナス1で割ると、どうなるかというと、この場合は次数4を、ネットワークサイズ5ですから、5引く1で割りますから、それで割ると、4割る4で1になるわけです。で、これで10人のネットワークの場合でも考えますと、次数は真ん中の、スター形状の真ん中の人は、自分以外の人と全部つながってますから、次数9になるわけですが、9割ることのネットワークサイズ10ですから、10引く1で、割ると、9割る9で1になるわけです。このように、真ん中に存在する最も次数の多いこの点ですね。自分以外の人と全てつながる。最も次数の大きいこの真ん中に存在する人の、中心性指標は共に1となって、このように比較ができるようになるんですね。このようにネットワークサイズが違っても、この式で求めたですね、次数中心性とこちらの式で求めた次数中心性は、比較できる。同じ1というのは最も中心的な人であるし、例えば 0.5 であれば、こちらで5人のネットワークで 0.5、10人のネットワークで 0.5 という数字が出たとすれば、その 0.5 は、それぞれのネットワークで、0.5 というですね、中心性指標を持っているわけですから、10人のネットワークでも5人のネットワークでも同じ 0.5 であれば同じ程度その組織の中では中心的な存在であるというふうに、中心的な指標を持ってですね、 0.5 という指標を持ってですね、同じ程度の同程度の中心的な、役割を果たすと、そういう評価であるということを比較することができるようになるわけです。まあですから次数中心性の場合にはですね、次数を求めて点各点の次数を求めてですね、その次数をネットワークサイズマイナス1で割ってやるということですね。そうすることによって、ネットワークサイズが異なってもですね、それぞれの、この式で求めた、中心性指標はですね、ネットワークサイズが異なってもですね、比較ができる。そのネットワークの中でどの程度中心的であるかという、その程度をネットワークサイズが異なってもですね、その数字でもってですね、比較検討ができるということになるわけです。これが、まあ、次数中心性というものですね。で、具体的にじゃあちょっとですね、先ほどの距離による中心性指標を求めたものと同じネットワークですね。このネットワークで、じゃあ次数中心性を考えてみたいんですね。で、この場合、まず各点の次数を考えるわけです。例えば、A 点の場合ですと、これ、A 点に線が2本つながってますから次数は2。B 点は1、2、3本つながってますから次数は3。C 点は1、2、3本つながってますから次数が3。D 点も1、2、3本つながってますから次数が3。E 点は1本しか線がつながってませんから次数が1ということになりますね。そうするとこれを表にしますとこうなります。A の次数は2。B の次数は3。C の次数は3。D の次数は3。E の次数は1です。ですから、この逆数を、すみません。これを、この次数を、ネットワークサイズマイナス1で割ってやればいいです。ネットワークサイズマイナス1で割ってやればいいです。各点の次数を、各点の次数は2、3、3、3、1と出ましたから、各点につながっている線の数ですね。次数は2、3、3、3、3、1となりましたから、それを、つまり2、3、3ってこの点につながっている線の数よ。2、3、3、3、1ですよね。この各点につながっている線の数、次数を、ネットワークサイズマイナス1で割るんです。つまりこの場合、1、2、3、4、5人いますから、5引く1で割る。つまり2割る4ですね。5引く1は4ですから、2割る4で 0.5。3割る4で 0.75。3割る4で 0.75。3割る4で 0.75。1割る4で 0.25。これが、次数中心性の数字ということになるわけですね。で、これはまあ、双方向の場合ですが、次数中心性の場合には、このようにですね、有効グラフで考えることも、当然必要になってきますね。この場合ですとですね、A 点はですね、こう、矢印が出ていく線が2本つながっています。両方とも矢印が出ていく方向ですから、これ、デジ数が2、
逆に入ってくる矢印ないですから、入り字数は0なんですね。B 点は入ってくる矢印が1本、出ていく矢印が2本ですから、入り字数が1、出字数は2になります。C 点は入ってくる矢印が2本、出ていく矢印が1本ですから、入り字数は2、出字数は1ということになりますね。D 点は入ってくる矢印が2本、出ていく矢印が1本ですから、入り字数が2、出字数が1ということになります。これをですね、有効グラフの場合ですね、グラフにするとこういうふうになるんですね。A 点の場合は出ていく字数が2、入り字数は0。B 点は出ていく字数が2、入ってくる字数が1。C 点は出ていく字数が1、入ってくる字数が2。D 点は出ていく字数が1、入ってくる字数が2。E 点は出ていく字数は0、入ってくる字数が1です。ですから、出字数で見る、出ていく字数で見た場合の、中心性指標ですね。字数中心性。これは、この出字数をネットワークサイズマイナス1で割ればいいんですね。これをだから4で割っていけばいいので、0.5、0.5、0.25、0.25 になります。で、0は0ですね。逆に入り字数の場合はこのようになりますから、これをネットワークサイズマイナス1で割ります。ネットワークサイズマイナス1、つまり 5-1 で4で割るんですね。0を4で割るから0、1を4で割りますから 0.25、2を4で割りますから 0.50、2を4で割りますから 0.5、1を4で割りますから 0.25 と。こういうのが、で、字数で見た字数による中心性指標。入り字数で見た字数による中心性指標。こういうことになるわけですね。はい。じゃあ最後にですね、これですね、これをじゃあ R でどうやって、計算するかということですね。これを考えてみたいんですが、まあ先ほどと同じ、今、グラフで見ましたので、A というですね、この、隣接行列は先ほどのまま使えますので、じゃあまずこのディグリー A というのをちょっと見てみたいですね。これディグリー A って何かというとですね、字数を求める関数なんですけどね。ディグリーの中に A というですね、隣接行列を入れてやればいいんですけど、これ単純に求めますとですね、ちょっとパッといきますと、ディグリー A は46662って出ています。で、これ何かというと先ほどと同じネットワークですから、これですね、向こうグラフの場合ですからですね、こちらを見るわけですけど、23331ですね。各点の字数は23331なんですけど、今、ディグリー A で見ますとですね、左下、R の左下見てください。46662なんです。つまりですね、23331の2倍の数字になってるんですよ。で、これはどうしてかっていうとですね、このディグリーという関数が、入り字数と出字数をそれぞれ別々にカウントしてるんですね。入ってくる字数と出ていく字数をそれぞれ別々にカウントしてまして、向こうグラフの場合は、入ってくる字数と出ていく字数がそれぞれ1本ずつと考えるんですね。つまり双方向ですから、入ってくる矢印と出ていく矢印がそれぞれ1本と考えるわけですよ。双方向の場合はね。向こうグラフの場合は双方向ですから、入ってくるグラフと、入ってくる矢印と出ていく矢印がそれぞれ1本ずつあると考えるわけです。ですから、その入ってくる矢印と出ていく矢印をそれぞれ1本ずつと数えていますから、この46662というふうにですね、実際の線の数の2倍になってしまうわけです。向こうグラフの場合ね。2倍になってしまいます。こういう特徴があるんです。ですから、これを向こうグラフの場合は2で割ってやんなきゃいけないというのは注意点です。2で割ってやんなきゃいけないです。2で割ってやって、で、その上でさらに、このネットワークサイズマイナス1で割ると。ですから、まず2で割って、ディグリーの関数で出てきたものを2で割って、そしてさらに、ネットワークサイズマイナス1で割る、こういう必要があるんですね。従いまして、向こうグラフの場合は、まずこのように、ディグリー A を2で割る。ね。2で割る。そうするとですね、このように、23331というふうになりますので、先ほども述べた各点の線に、各点につながる線の数、233331と、233331と、これ等しくなりますので、これを求めた上で、さらに、ネットワークサイズマイナス1で割ってやるという作業ですね。ネットワークサイズマイナス1っていうのはどうやって求めるかって、こうやります。N ローマイナス1ですね。N コールでもいいですよ。N コール A マイナス1でもいいです。ローでもいいです。すなわち、行と列の数を数えれば、行と列の数は、ネットワークのサイズ、つまり、行為者の数と等しいわけですからね。列の数でも行の数でもいいですから、N っていうのはその、数字ですね。ローの数字、つまり行数、つまり A という、
引数 A 入れますから、A の行列の、行の数を数えています。行の数っていうのはネットワークの行為者さん。だから、コールでもいいですよ。列の数でもいいです。どっちでもいいんですけど、今、ローの数で求めてるっていうだけです。N ロー A で、これは、そのネットワークの、行為者の数が出ますから、それ引く1、それ引く1で割ってやるということです。さらに2で割って、2で割って、さらに N ロー -1 で割るので、2かける N ロー -1 をかけたもので、括弧して割ってやるということです。スラッシュ割ってやると。こういうことです。これで、これでですね、向こうグラフの場合の、これで向こう、この式ですね。この式で向こうグラフの場合の、次数中心性が求まるわけですね。これを求めますと、はい。このように、0.5、0.75、0.75、0.75、0.25 ですね。これは向こうグラフの場合のここです。これ0.5、0.75、0.75、0.75、0.25。0.5、0.75、0.75、0.75、0.25 ですね。このように左下見てください。0.5、0.75、0.75、0.75、0.25 と。このように求まるわけです。それではですね、次に有効グラフについて考えてみたいと思いますね。有効グラフですが、有効グラフの次数中心性ですね。これを考えるときにはですね、まずですね、各点における出ていく次数ですね。出ていく矢印の本数、出次数。そして入ってくる矢印の本数ですね。入り次数。各点におけるですよ。各点における出ていく矢印の本数。これを出次数と言いますね。出ていく次数。各点における入ってくる矢印の次数を入り次数。入り次数と言いますね。各点における出ていく矢印の本数、出次数と各点における入ってくる次数、入り次数をそれぞれ求めていくわけですね。例えばですね、A 点で行くところは矢印、出ていく矢印が2本ですから、出次数は2。入ってくる矢印はありませんね。0ですね。だから入り次数は0。すなわち、A は出ていく次数が2。入ってくる次数は0と。こういうふうに考えるわけですね。B につきましても、このようにですね、考えますと、B 点は入ってくる次数、矢印が1ですから、入り次数が1、出ていく矢印が2本ですから、出次数が2ですね。ですから、B 点においては、出ていく次数が2、入ってくる次数が1とこうなります。C 点については、ですね、C 点をですね、入ってくる次数が2、矢印が2本入ってきますからね。出ていく矢印が1本ですから、出ていく矢印が1で、出次数が1。ですから今度は、入り次数が2で、出次数が1ということになりますね。そうしますと今度は、D 点は入ってくる次数、矢印が2本ですから、入ってくる次数、入り次数が2で、出ていく矢印が1本ですから、出次数が1。ですから、入ってくる矢印、入り次数が2で、出次数が1ということになるわけですね。引き続きまして E について考えますと、E は、入ってくる次数が1、出ていく次数はないですから0ですね。そうすると E 点は、出ていく次数が0、入ってくる次数が1ですから1ということになりますね。A は先ほど言ったように、出ていく次数が2で入ってくる次数が0ということですからね。出ていく次数が2、入ってくる次数が0です。まあ、このように、各点のですね、出ていく次数、矢印の数ですね。各点から出ていく矢印の本数、出次数と、各点における入ってくる矢印の本数、入り次数がこのように求まるわけです。そうすると、その各点における出次数と入り次数をそれぞれ先ほどと同じように、ネットワークサイズマイナス1で割ってやればいいわけですから、2をネットワークサイズマイナス1、2を4で割りますから、この場合5人ですからね、1、2、3、4、5ですから、5を引く1で4。だから 2÷4 で 0.5、2÷4 で 0.5、1÷4 で 0.25、1÷4 で 0.25、0と、こちらもので0で、1÷4 で 0.25、2÷4 で 0.5、2÷4 で 0.5、1÷4 で 0.25 となるわけですが、これは先ほど説明した通りなんですけど、これをじゃあ、R でやるとどうなるかということですけど、R の場合はですね、まず、出次数で、出次数の隣接行列を作るんです。まず、出次数の隣接行列を作るということをですね、頭に入れておいてほしいんですね。有効グラフの場合には、出次数で隣接行列を作るということです。まず、出次数で隣接行列を作ってやります。
そしてそれを、で読み込ませて、分析するわけですが、ですから、ここのように、こちらのデジ数でもって、出ていく次数、デジ数で、隣接行列を、作るわけですね。そうするとどうなるかというとですね、まず A 点から、A 点からですね、デジ数で、隣接行列を作ります。A 点のデジ数は B と C に1で、あとは全部0ですから、このようにですね、B と C は1で、あとは全部0を入れてやるわけですね。次に B 点は、出ていく次数は C と D が1、1で、あとは全部0ですから、C と D が1、1で、あと全部0を入れてやるわけです。同じように C 点につきます。C 点につきます。D 点に1。D 点に1ですね。D 点に出ていく次数1で、あとは全部0ですから、C 点は D 点に1。D 点に1で、あとは全部0を入れてやると。で、D 点については、D 点については E に1。あとは全部出ていく次数ないですから0。全部0で E 点だけ1を入れてやればいいと。ですから D 点については E 点に1で、あとは全部0を入れてやると。そして E 点はもう出ていく次数ないですから全部に0を入れると。ですから全部0と。こういうことになります。で、これをですね、ここから隣接行列作りますから、これで、それぞれ欄、実行していくわけですね。で、それを 1列の数字に、1列のベクトルに直しましてね、このように1列のベクトルを開いてみてくださいね。1列のベクトルに直しまして、で、ここから、このように、ですね、このようにですね、隣接行列を作っています。隣接行列を作っています。そして隣接行列を作りましたらですね、デジ数の隣接行列、デジ数の隣接行列を作りますと、そこからですね、まず、ディグリー、デジ数の隣接行列 A、そして C モード、インディグリー、インディグリーってやりますとですね、これ、入り次数、入り次数の、各点の入り次数が求まります。はい、実行します。そうするとちょっと左下見てくださいね。0,1,2,2,1 となります。0,1,2,2,1。これ0,1,2,2,1ってのは何かというとですね、はい、ここになります。このように、0,1,2,2,1 ですね。0,1,2,2,1。つまり入り次数です。各点の入り次数が求まります。各点の入り次数が0,1,2,2,1。0,1,2,2,1 と求まるわけですね。はい。一方、デジ数については、ディグリー、デジ数の隣接行列 A ですね。今作ったデジ数の隣接行列 A と、C モードイコールアウトディグリー、アウトディグリーですね。デジ数ですからアウトディグリーと入れてあります。これで実行しますと、はい。このように左下画面を見てくださいね。22110、22110と出てきます。この22110というのは、まさに、ここの、デジ数そのものですね。22110、22110。つまり、デジ数が出てきます。ですから、このデジ数、入り次数が求まりますから、このデジ数を、ネットワークサイズ、今ですと12345ですから、5-1で4で割ってやればいいんですね。だから2÷4で 0.5、2÷4で 0.5、1÷4で 0.5、1÷4 で 0.25 って先ほど説明した通りですし、今度入り次数が求まりますから、それぞれやはり4で割ってやればいいということになりますから、これでですね、ディグリー A、C モード、インディグリーで入り次数が求まりますし、ディグリー A、C モード、アウトディグリーでデジ数が求まりますから、これをネットワークサイズマイナス1で割ってやればいいという話ですね。そうすれば入り次数、デジ数、それぞれの、次数中心性が求まるということですね。はい。そうしますと、あとは上の方に戻りますが、ディグリー A、C モードのインディグリースラッシュ、n ローマイナス1、ネットワークサイズマイナス1で割ればいいし、ディグリー A、C モード、アウトディグリー、これはデジ数の場合ですね。デジ数の場合の中心性分析ですけど、これを n ローマイナス1、ネットワークサイズマイナス1で割れば、それぞれ求まるという話ですね。はい、それぞれ求めますと、まず、インディグリーで割った方が、入り次数の中心性分析ですから、入り次数の中心性分析を見ますと、ここですね、右上見てください。右上見てくださいね。ここにあります。0.25、0.5、0.5、0.25 ですね。ここですね。入り次数の場合は 0.25、0.50、0.50、0.25。この一番右の入り次数の、中心性分析、次数中心性分析。ね。ここの、数字と一致してますよね。次はアウトディグリー。アウトディグリーの場合は、
デジ数の場合の次数中心性 0.5、0.5、0.25、0.25、0.0、0.5、0.5、0.25、0.0 と、これで一致するわけです。はい、このようにですね、次数中心性の場合には、双方向の場合と、双方向の場合、つまり向こうグラフですね、向こうグラフの場合と、このようにですね、方向性がある、グラフに方向性がある有効グラフ、有効グラフの場合にね、分けて、このように考えることができますね。で、先ほど求めましたようにですね、向こうグラフの場合には、向こうグラフの場合にはですね、まず隣接行列を求めてですね、その隣接行列を A とすればですね、ディグリーですね、ここです、ディグリーの A、その隣接行列、ディグリーの A、双方向の場合ですね、向こうグラフの場合ですね、隣接行列、ディグリー A、これを割ることの 2×nρ-1。なんで2で割るかというと、単純にディグリー A とやりますとですね、入ってくる方、出ていく方、ね、双方向、つまり向こうグラフの場合には双方向と考えましてね、入ってくる方、出ていく方の矢印をそれぞれ1本ずつカウントしてですね、通常の、向こうグラフの1本の線を2本としてカウントしてしまうんでね、それをまず2で割ってやって、さらに、ネットワークサイズ -1 で割ると。これが、向こうグラフの場合の次数中心性の計算式であって、で、有効グラフの場合には注意されたいのは、有効グラフの場合には、まずデジ数で隣接行列を作るね。デジ数で隣接行列を作って、先ほどのようにね、1行ずつ、デジ数の隣接行列を作ってやってですね。そして、入り次数の、場合は、ディグリー A、C モード、インディグリー。デジ数の場合には、ディグリー A、C モード、アウトディグリー。で、ここの A っていうのは、デジ数で作った隣接行列。デジ数の隣接行列を入れてやるということですね。で、これを、それぞれ、ネットワークサイズマイナス1で割る。つまり、NRO マイナス1。NRO の A のマイナス1で割ればいいわけですから、まあ、これが入り次数の場合の次数中心性であり、こちらがデジ数の場合の次数中心性ということになりますね。はい、よろしいですかね。それではですね、次にですね、媒介中心性に入りたいんですけれども、本日の予定ではね、媒介中心性まで入りたかったんですけどね、まあちょっとですね、近接中心性、距離による中心性分析と、次数中心性、分析ですね、次数による中心性分析、ここでね、かなり、説明にも時間がかかってしまってですね、かなり長くなってしまいましたので、それではですね、媒介中心性につきましてはですね、また次回、引き続きですね、説明していくことにしましてですね、まあ、今回は、次数中心性、あと距離による中心性ですね、距離によって、自分以外のものとですね、最短距離でつながっているものほど中心的な存在であるという距離による中心性と、各点につながる線の数が多いほど、つまり、多くの人と、つながりを持つほど、持つ人ほど中心性であるという、次数中心性、この2つについてね、今回は、しっかり勉強していくということにいたしましょう。媒介中心性につきましてはですね、次回に、また、持ち越しということにさせていただきたいと思いますね。少し長くなってしまいましたが、今日のところもう一度復習をしていただければと思います。今日はこれで終わりにいたしましょう。